はい、お疲れさんです。やらきたぶっちとみかさんです。はい、はい、今日は3月9日、はい、有給取りまして行ってきました、はい、アルビレックス新潟のホーム開幕戦です、うん、第3節ですね、2024シーズンの、うん、相手は名古屋グランパス戦で、うん、はい、見事にこのテンションなんでお分かりだと思います。っていうかもう皆さん分かった状態でこれを見てもらってると思うんですけども、1-0 で勝利という感じですね。これですね、やったぜって感じで、もういや最高でしたね。いや最高でしたね。最高だった。本当に前半からすごくいい流れはつかめていたけど、なんかうまくシュートまでいけてないとか、ちょっとシュートのタイミングの時に少しやっぱりふかしたりとかっていう部分とかがあって、かなりうちのやりたいようにはできてたんじゃないかなと思うんですよね。でまあ今日はまあ初めてアルビレックスでの試合をした小野湯っていうんで、どうですか先生、美香先生。いやー、小野湯のボールの収め方、いやーそう、やばい、いやー素晴らしい、素晴らしくなかったっすか。小野湯ってすごいねって、すごいね、ほんとね。いやーよかった。経験値が違うっていうか、あのあれですね、コジのね、コジからの、 あのゴールキックを前半の時の、うんうん、結構スペースが空いてて、そこに多分なんかあったんだろうね、多分このね、アイコンタクトとか、なんかもしかしたら手術とかなんかあったのかもしれないんだけど、なんかそこにちゃんとこうパッて出して、それでやっぱり大野に取れるんだよね。そう、スッとね、そうスッと足元ねっていう部分で、まあ、あれも工事のやっぱりキック精度っていう部分と、大野のねこのちょっとねトラップの精度うまーっつって何回かね、もうね今日ねいろんな選手の時にねうまーっつった、すげえ言ったと思う。俺マイケルの、なんか切り返しの時とかもうまーっつって、ね、みんなそうすごくねよかった。そこからのなんか展開、まあシュートまではいけなかったかもしれない、あの流れの時はね。でもパスも、ね、今日も全体的につなげられてたし、やっぱりあの前節のあのやっぱり超控えめというか、うん、なんだろう、後ろ向きの試合とまで言ってもいいのかわかんないけど、まあそのぐらいに言ってもいいんじゃないかと思われるような。うん、ちょっと悔しい試合からは行って変わって、やっぱ縦の意識、前への意識か、うん、縦パスっていう部分であったりとかもやっぱりすごく数はなんだろうね、感覚的だから分かんないけども前節の100倍ぐらいあったんじゃないかなみたいなね、あないよもちろん、そんなことが変なことつくまでしないと思うけどそのぐらいもう前半終わってからまあ楽しいなってねえ、うん、よかったね。最初から攻めの姿勢も崩れてなかったし、やってて、まあ、向こうがボール回してても、うん、全然、まあ、取られてもそれでもなんか、ね、切り替えが早かったね。すごい早い。もう誰がっていうと、まあ小見ちゃんがよく目立っちゃったけど、うんうんうん、多分他の選手もものすごくみんなが切り替えが早くて、うんうん、奪って奪われて奪うみたいな、まあそういう部分とかもすごくあって、その守備の強度っていう部分が圧倒的に高かったんじゃないかな、ね、うん、去年とはまたねちょっと違うぐらい、今節はすごく、うん、ホームっていう部分もあって、多分選手の気合の入り方もまた違ったのかもしれないけれども、うんうんうん、すげえ良かったっすね。見ていても楽しいし、これならなんかもっと点取れるしっていう部分とかもあったな。あとはやっぱり本当選手それぞれのスピードがすごく上がったんじゃないかなと、うんうんうん、今回ゴメスがフル出場してゴメスもやっぱり早かったし、多分今日スリッピーだったかと思うんだけど、そのスリップしてても、うん、最後足でなんとか味方にっていう部分の、うんうん、そのこのひとかきっていう部分とかも、ね、やっぱりいろんなしゴメスでもあってトミーでもひとかきなのかっていうか、最後はしっかり足を出して相手のチャンスを潰すっていう部分とかはめちゃめちゃ多かったんじゃないかなって。最後の最後まで粘ってたよね。最後の最後まで粘る、やっぱり名古屋ってすごくうまいチームで、今はなんか調子には乗れてないけど、
っぱりすごくうまいし、まあ、トラップうめえなみたいなのか、やっぱりちゃんとピタッて止まるっていうのか、そういうのとかもあるし、やっぱり一発のスピードとか、そうね、そう、栄太郎が後半とかちょっとあの何20番だったかな、何番か忘れたけど、すっごいあの人も速くて、栄太郎もかなり速いはずなのに、やっぱそこをやっぱり並走されると栄太郎の方がやっぱり軽いからそこで負けちゃうっていう部分とか、中入れればね、そう、そこどれだけ中に早く初速でってかいう部分だよなと思ってはいるけど、もう初速なのか走るルートとかももしかしたらあるかもしれないし、逆に向こうよりも栄太郎も早かったら、もしかしたらこう迂回して走っていけばもっとなんとか相手の前に立てて、相手はもうファールするしかないみたいな状態になるのかもしれない、知らないけどね。ゴールも惜しいとこがあったよね。そう栄太郎はね、結構ね、そう、シュートチャンスはね、やっぱ栄太郎は結構モテてて、だまだまだやれるよねっていう部分があったからこそ、あの松田ちゃんとか何回も2回も続けたりとかあったんだよね。だから栄太郎ほんとどんどんやってほしいし、小野湯とかもめっちゃちょうどこうやってたじゃん、やっぱそれだけもうチャンス作れる、もうちょっとっていう部分まで来てるよねっていう、本当にまあ去年からもずっとそれは栄太郎、何なんだろう、栄太郎って異常にみんなにそう思われるのってこれ何かあるんだよね。やっぱりものすごい時の栄太郎を知っちゃってるから、多分この波がちょっともしかしたら栄太郎は多いのかもしれないけど、うちらはここの上の栄太郎見てるからこそまだいけるよね、まだいけるよねっていう風に、栄太郎ならできるよ。そう、なんか昔はスタメンじゃなくてサブから入ってくるから、サブの時になんか栄太郎も多分いい時は全部仕掛けようって思ってたみたいなのがあって、多分スタメンと全部仕掛けようっていう風には多分あのハーフタイムで変わるわけじゃないから思わないからこそ、もなんかそのここならいい仕掛けてもいいとかっていうのが多分あるんだろうね、決めてることとか、なんかそういう部分もあるんだろうけど、まだまだやってほしいなっていう風には、その受ける時もこのこう受けたらやっぱり前に行けないから、ちょっとこう前向きの方にちょっと体重をやるっていうだけ、フェイント入れるとか、なんかまたもっとちょっと面白さが欲しいかなっていう、伸びしろあるね、なんだろうね、エーテルにはもうね8割方仕掛けてほしいと思っちゃった。バカでしょ、もうバカなんだよ、もうおかしいのよ。いや、わかるじゃん、そのこの気持ちね、栄太郎を仕掛けてくれ、ね、そうね、思っちゃうのよ、親心かな、親じゃないよ、もちろんね、やれるよ、栄太郎いけるよ、まだ3試合また、終わっただけばかりだから、いや楽しかったな、これからがね、いや今日楽しかったな、楽しかったね、もうね、俺ハーフタイム終わってから俺動画撮ろうと思ってたのに、忘れてたもん、超楽しいっていう動画を撮ろうと思ってたの。そうなんだ、すげえ今日楽しいな。まあ、ただ単純にこの声出して応援できるのも楽しいなっつって、そういうのを撮ろうと思ったけど完全忘れて、普通に友達にいやこっちこうサイン書いてくれやって友達もね、そうそう、ニキにね、そうね、ニキにサイン書いてくれっつってうまっつって、うまっつってなんか書かれたんだけど、まあね、そこに、まあ、書いてもらって、よしよしよし、これで結構ほぼほぼ完成なのか、他誰が書いてるのか分かんないんだけどね、書いてない人いたらもう書いてくださいね、ぜひとも、はい、あの覚えてたら持ってきます、はい、はい、まあそんなでね、いや前半もさ、ゴールはなかったけどさ、内容はすごい、そう、全然良かったよ、全然まだなんかこれはこの調子でどんどん行きたいねって、で俺ってか前半で 1,2 点取りたかったって思って、なんかやっぱシュートまでうまくいくとか、もしかしたら綺麗にシュート打とうと思ってたのか、何なんだろうね、あのやっぱりうちらゴール型見てるからどういう風なのかはダゾーンの横画面じゃないから分かんないけど、そこがちょっとね、なんかやれたんじゃないかなとか思うね、そのまだまだあの名古屋が、あのうまくいってないっていうのはもうなんかゴールが見てても思ってて、そこだからこそ今こそ付け入る好きだっていう風になってたんだよね、まあやっと最後の最後に付け入れたっていう感じかな、何でしたか、私ね、ゴメスのね、前半のさ、あのミドルですね、はあ、あれですよね、あれはねそうなんですよ、狙ってるなって、絶対狙ってたよね
絶対どうなんですか、ゴメスさん。ゴメスさんどうなんですか。いやあれはゴメス狙ったんでしょ。ファーストゴールは俺だと思ったんでしょ。絶対そう。だね、もう、まあ、俺の今回のファーストゴールは小野湯にしたんですけど、うん、まあ小野湯か柊かと思って、絶対スタメンに出た方、うん、で両二人いたらマジでどうしようって思ってたけど、うん、まあ、その理由は絶対にやってやるって思ってる二人かなと思って、絶対無理めにでもシュートをどんどん打っていくだろうしって思ってその二人にしてたけど、でもゴメスも絶対そうだよねっていう話はずっとミカさんともしてて、私はゴメス、そうミカさんはゴメスにするって言ったから、じゃあ俺同じにしようと思って、あれ綺麗に決まってたらな、ね、伸びしろ、いやでもいいシュートだったよ。よかったよ、やっぱりああいう風にシュートで終われば相手のカウンターは止めれるから、うん、うちらはちゃんと守備体系を持って、うん、あのピンチがそれで1個減るっけね、うん、あれ言うのも ねああいう時にバスンって、うん、そうバスンってシュートで終わればね、うん、はい、あれはやっぱさすがだなって、うん、あ、亀田製菓さんのハッピータウン食べております。亀田製菓の提供はないですけども皆さんで応援していきましょう。はい、はい、やっぱ美味しいね、ハッピータウン。影響ないんだよね。ちなみに俺は昨日柿の種を10袋買ったよ。まあそうだね、亀田製菓さんの提供でもなく10袋買って、あ、それはサンドラッグさんで買いました、うん、ドラッグトップス、うん、サンドラッグだよね、うん、ドラッグどこだっけ、サンドラッグだっけ、ドラッグトップスだっけ、どっちでしたか。もうドラッグトップス、ドラッグトップス、あ、これやばいね、これ名前忘れ、俺覚えれない日なんだよ。そういうところ怒らないでください。あのスポンサー、うちのパートナー企業の、はい、ところで、ちゃんと買っております。ちゃんと2500円以上にして買いました。びっくりだよね、かけのない10袋買う人いる。なかなかいないよね。ちなみに社員じゃありません。柿の種10袋買うのってさ、多分あの柿の種のオンラインだよね、亀田製菓のオンラインストアとかじゃないとね、あそういうことない、うん、だってちょっとえってギョってされたからね、スタッフの人え、すっごい買う、この人スーツどんだけ好きなの。仕事帰りっていうかスーツで、あーなんかえっていう感じね。で、袋いりますか、はい、ちょうどいい感じの袋くださいって言ったら、すげえジャストサイズで、いやジャストサイズってちげんじゃねえとかね、そんなのも思ったりね、ちょうどいい袋で本当にちょうどよかった、ぴったりみたいな、すげえぴったり入ったもん。それはそれでしょうけど、もう結構パンパン、まあぴったりだなってね、そんな感じでした。そんな感じのもありながら2500円、もちろん全選手サイン入りユニフォームを僕はもうちょっとピッてやりましたけどね、当たる気がする、当たるよ、はい、また当たる、当たるでしょう、はい、そんなこんなで、あとやっぱり A ちゃん、うんうん、そう、宮本ちゃんね、ゃ宮本 A、 よかったな、いやよかったね、今回もすごかった、そうなんかこう遠目から見てるとなんかちょっと細いなっていう風に思うんだけど、うん、なんかそういう風に当たり負けしてることもないし、うん、じゃあ体の入れ方とかその足も速いよね、スパッていけるっていうのが、そう、なんか鋭いよね、鋭い。なんか入り方も鋭いしさ、そうそう、鋭いんだよ、なんかレオシルバとはまた違う感じ、レオシルバは足で刈り取るっていう感じだけど、うーん、宮本エイジはエイちゃんは体ごと入れてそこでもう取っちゃえるみたいな、で相手よりも早く立てるしね、早いよね、すげえ立ち上がるのがね、痛いんだろうけど、そう、痛がる時はしっかり痛がるんだけど、うん、そうじゃない時でもね、ポッペ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 ッ、もうすんごい痛くの入る、これえあそうだったのと思った人はぜひね、確かね、なんだろう、第一節の時にもそうで思ったんだよ、うんうんうん、なんで突戦のやつので見てもらえたらめちゃめちゃ思うと思う、すんごいすんごい速いから、おいこれ初めて見たもん、あんな速いのいいのって、そのくらい早い、まあそんな、ね、結構声も出してたような感じ、なんか指示じゃないけどなんか出したかな、結構手を動かしたりとか、どっちもね、そんな感じ、めっちゃ熱いなと思って、いやすげえいい選手だ ね、 いい選手ね、うん、いい、なんかまたヤンとは違うそのボール出し力があるんだなっていう風なのは、これでもっと体がさ、まあね、また強くなって、うん、強くなってくると、うん、また違うの、わかんない、でも体強くする必要あるのかな、なんかこれから背中がいてるから、わかんない、でも今ってフィジカル重視なね、うん、のもあるからどうかもしれないけど、めちゃめちゃ良かったですね、良かった、はい、今後も期待だ、今後も期待ですね、まだ勝ち試合しかあれだよ、A ちゃん出てないね、うん、すごい、勝ちしか知らない、はい、
まあ今日めちゃめちゃと寒かったですけど、他にいやまあ得点決めたハセモとかも、ハセモのなんかボールの持ち方っていうかその体の動き方がやっぱ亮太郎に似てんなみたいなのはすげえ思いましたね。まあみんなどう思うか分かんないけど、いやすげえいい選手でしたね。またあのゴールもすんごいバチャーンと当たったのが綺麗に綺麗にランゲットみたいになって、いやこれすごくないスローモーションみたいな、ランデラックってマジですごいから。そういや素晴らしい素晴らしいゴールでした。しかも88分って言ってね、もう俺はずっとゴールをしてからのイメージがあったからね、すぐその後にはもう友達ブワーって言ってそう、あの後ね楽しかったね。そんなんかまあいろいろやってるんですよ。ゴール後パフォーマンスをうちらは勝手にしてるんですよ。パフォーマンスじゃないんだよ、そうそうそう、ゴール後の喜びをうちらが勝手にしてるっていうのがあって、 それが楽しかったねっていう。誰が来て、ちょっとね楽しかった。最後のあのインタビューも面白かったね。そうなんかアイドルみたいで、なんだっけ、初めましてなんしてなんかね、初めましてでなんだったな、なんかちょっとねアイドル風だったの。まあそれはあのゴール裏からの夜景じゃなくてゴール裏からの風景の方の動画でもう一本あげるんで、そっちの方であげるんですけど、ちょっと面白い、なんかちょっと面白かったです。声だけは多分入ってても、あの映像映らないですよ。俺所詮 iPhone で撮ってるんで、ウェイみたいな感じだったよね。なんかすごいチャラい感じがあって、すごくなんか面白い子ですね。いい子だなって思いました。楽しい。いいよいいよ。はい、そんなだね。今日は本当にねみんながねすげえ頑張って走ってやってたなって思います。すごかった。はい、じゃあ今日の美香先生の今日の MVP を発表どうぞお願いします。もう美香さんほら17分になっちゃう。マコちゃん残して感謝ここして、ほらフワちゃんみたいに感謝ここしてた。早くして。俺フワちゃん好きなんですよ。そうか、ほら、感謝を起こしてる。ちょっと待って、どうしよう、どうしよう。みんな良かったんだけど。そうなんですよ。何どうかな。はい、じゃあ、はい、はい、せーの、A ちゃん。あ、正解。そう、やっぱりね、セカンド取れるか高かったなっていう部分で、そこで向こうのチャンスも、あのチャンスも詰めて、こっちのチャンスにもできるっていう部分で、A ちゃんかなと思いました。はい、そんな感じです。でも、ハゼもめっちゃ良かったです。最高でした。素晴らしかったですね。ゴミちゃんもめちゃめちゃ良かったし、小野湯さん、小野湯すごいよ。もうめっちゃいいじゃん。こっからどう進化していくのか。素晴らしかった。やばい。楽しみにしかないわ。でゴメスね。ゴメスね。出ししてたな。今日マシだね。ゴメスマシだね。すっごい一生懸命だからね。うわ。すごい違うんだよね。シュウはね手が前の方なんでね。あ、そうなんだ。シュウはねこう。ちょっとみんな走り方ねいろいろ違う。シュウは手が前じゃん、なんかちょっとね肘なんか腕の形が違うのかな。なんかちょっとねちょっとちっちゃいんだよなこの腕の振りが。ゴメスだと違うとちょっと大きめ。あれ面白いよね。なんかみんなが走り方がすごい違いすぎるから、なんかそこの部分その人のその体の幅、長さとかそういうのによって多分走り方変えたらもしかしたらめっちゃスピード上がったりもするのかなとか思ったりもした感じですが、ちょっと長くなると本当にちょっと見てた。まあ今日なんかすげえ良かったよ。ありがとうございます。最初伸びただろって言われて。アドバイスありがとうございます。はい、ありがとうございます。師匠。あのステッカーください。うまっ。ステッカーください。先生。楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、そんな感じかな。はい、そんな感じで今日は3月9日、はい、土曜日で今は家に帰ってきた直後で今7時半前ぐらいなんですけれども、なんとトゥモローはレディースがありますよ。先生、皆さんレディースがあります。レディースはですね明日。なんと日テレベレーザ戦ですね。ベルディだから日テレベレーザベルディだからちょっとそこら辺はちょっと大体曖昧なんですけど、まあ、日テレさんですね。めっちゃ強いんですよ。めっちゃ強いとかめっちゃうまいんですよ。すっげえ。で、まあ、ビッグスリーと呼ばれるところですね。リーグ界のビッグスリー違ったかな。俺の中でのビッグスリーです。まあ、そことの対戦でここにやっぱり勝つ勝たないってめちゃくちゃ大きい試合になるんですよ。で、なんと明日1時からな。
で気温は今日とほぼ一緒ですが、なんと怖い曇りです。ありがとうございます曇り、今日みたいな吹雪はないけど、そうなんですよ。で多分ですけど当日券は絶対あります。ないことなんてない、だって全部空いてんだもん。じゃあね、行けます。そしてなんと明日試合後選手とのハイタッチはする予定が決まりました。する予定だっていうことが決まりました。なんで予定ですそうだね、もしかしたら当日になって、当日になってもしかしたら超 寒すぎるとか、えげつないことやばいってなったら、それにさえ選手のコンディションがね、コンディションがね優先ですからね。なんせ激、あ、おかしいかな、レディースのこのスケジュール、ね、過密だよ。これ本当に実験って言ったら理事もいたけどさ、実験しすぎだって。ちなみにレディースの方が怪我めちゃくちゃ多いからね、うん、そう、そのぐらいもうね大変です。明日10日ありますので、ぜひ、会場で、なんとビッグさん、そして皆さんびっくり、駐車券です。ただただより安いものはない。そう、P さんですね、 P さんが無料になってますので、ぜひぜひ、お越しいただければなと思います。はい、何ですか、はい、何です、換気しろじゃない。まあそんな感じですね。なんでぜひ皆さんレディースも応援していきましょう。楽しいんすよレディースも、すごい面白いから。そんな感じかな、いいよね、 OK だね。はい、では皆さんまた楽しくアルビレックス新潟を応援していきましょう。では皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。バイバイ。